完封負けっていう結果になりました。今日はやっぱり東投手の、内容的にも良かったし、その辺に尽きるかなと。やっぱりヒットもほとんど打ってないっていうくらいの感じで抑えられた。伊藤も伊藤なりに、まあ、よくはなかったけども、まあ、初回にちょっとボールがこう高いのを、まあ、うまくね、牧なんかのチェンジアップも、本当は外に逃げていかないといけないのが中入ったところ、うまく救われてセンターオーバーとかになったんだけども、これもまあ、打った方を褒めるべき、見逃したらボールっぽいのを打たれたっていう。前半は悪いなりにも、まあ、1点に、初回の1点。一番はやっぱサードに走られたっていうことが一番で、まあ、そこで前進でセンター前の、詰まってはいたけどコースが良かった。まあ、内野が前進してたためにセンター前に行ったっていう。初回なんで、いつもみたいに、この1点は全然問題なく、取られるのは良くないけども、問題なくまだ8回もある中での1点なので、それをその後はまあ、伊藤らしいピッチングができてたかなと思います。いつもみたいに、いい時ね、いい時ってそんなないんだけども、伊藤が本当に勝ててる時の、ベースの上のストレートの強さがまだ出てないかなというところに、まだ心配じゃないけども、でも、まあ、投げていくごとにコントロールも良くなってきてるし、コースにもきっちり行くようになってきてたので、心配ないかな。まだ変化球が思ったところに行ってないのが気になる。それでもまあ、7回2点なんで、これはもう伊藤を攻めることはできないし、仕事はしたと思います。毎回言うように、まあ、今の阪神は打線だと思います。いろいろ書いてはいるんですけど、なかなかはまらないというのが現状かな。そんな感じに見えます。今日なんかでも2回の大山、ミエセスが打った、まあ、連続ノーアウトで出て、ここが唯一のチャンスだったんだけども、やっぱり次の森下と梅野が本当にただ簡単に外野フライでランナーを進められなかったというのが一番の今日のポイントかなと思います。その以降は、もう3人で打ち取られて、チャンスの、らしいチャンスもなかったので、ここしかなかったかなというところだったんです。まあ、ここでいろいろな作戦はあるんだけどもね、まだ2回ということで、森下にはバントはないかなと思いながら、だったらもうちょっとゴロを打ったり、ランナー進めるバッティングも頭にあったのかどうか分かんないけども、簡単に浅いライトフライで進めなかった。まあ、梅野はまあワンアウトからなんで、これはヒット打ちに行って、結果がライトフライで、これもまあランナー進められなかったで、点でも取ってれば、ちょっと東を苦しめて、その後も変わった展開になってたんじゃないかなと思って、ここでピシッと抑えられて、東にこう立ち直らせてしまったっていうのは、今日の一番の原因だと思います。横浜のバッテリーはやっぱり塚本とか中野にはツーシームシュートインサイドにやっぱりそれをしっかり投げれてるのが、もうこの1、2番をビシッと抑えた結果だと思います。となんかも投げるけども、やっぱり左バッターの厳しいところにはボールいってないって、阪神のピッチャーはそういうところがちょっと見えるかなって。やっぱり横浜の昨日の今永でも塚本らのインコースにはツーシームは厳しいところに投げてたかなっていうふうな配球で、その前のスライダーを空振りしてファール打ってシュートっていうことで、やっぱりそのスライダーが頭ある、あるためにインサイドのボールが詰まってしまうっていうピッチングをされたっていうことで、本当に完璧に抑えられたかなというような感じの配球でした。本当に今日の山本っていうキャッチャーは、僕がこうピッチャーが抑えるためのことをすごいできてたような気がします。インサイドの行くぞって見せておいて、外でやっぱりこう空振り取ったりゴロを打たしたり、むやみにそのインサイドをインサイドにボールをこう集めないで、結果的に外外って集めてる結果が、阪神のバッターがそこでまあ本当にいい当たりができなかった。東も良かったけども、そこにこう投げていったキャッチャーの山本君のもう本当にこうリードが光ったゲームで完封できたと思う。ゲッツー取りたいときは外の低いボール、もうそういうボールを徹底して投げてる。大山なんかでも三振、2打席目、3打席目かな、で三振したのも、やっぱりインサイドにビシッと1球来られたことで、あとは全部外でチェンジアップ、チェンジアップ、まあ1球ファールしたのが頭にあって、その高さにまっすぐドンと来られて、振り遅れて空振りしてる。そういうピッチングが目立って、本当にこうバッターの待ってないボールでこう完投を取れたり、その辺を阪神のバッター全部こう裏裏にこう攻められていなかったのかなという。まあ、やっぱりこういつも言うみたいにツーアウトからのヒットとかでやっぱりチャンスにならないのが、今日の敗因と昨日と今日とこう同じような感じになってるから、今は打開するのはバッティングの方が早い回に点数取ってあげないとピッチャーも苦しいかな。全部こう先行されてるんで、
まあ、その辺で追いつけない結果になってるんで、その辺がピッチャーも点数取るまで頑張っていかないと、今の打線の中では厳しいかなと。横浜は交流戦で先発してるピッチャーが9勝くらいしてるのね、勝ち星が。まあ、その辺がやっぱり今の横浜の勢いのあるところ。やっぱり先発ピッチャーに勝ち星ついていかないと、なかなかこうチームが乗っていけない。大竹なんかでも村上なんかでもいいピッチングしてるけど、同点で変えられたりしてて勝ち星がついてこない。で、リードしててここ何試合かは抑えの方が逆転して負けてるという形になってるので、そういうちょっと勢いの差が出てるかなって、そのゲームの中に。チャンスも今の一番こう頼りになる牧のとこであったり宮崎のとこであったり回ってくるっていうのが、まあ、今の現状でやっぱり阪神がゴテゴテになってるとこがそこかな、まあ、ここに来て 1,2 番が塁に出ることがすごい少なくなってるので、まあ、大山のとこにやっぱりこう回ってこない、チャンスメイクになっちゃうとやっぱり後ろの方がやっぱり今の状態では選手も変わっているので、なかなか巡り合わせ的にはこうたまに出てそう簡単にはこうヒットも打てないし、やっぱりしょっちゅう出てる選手が頑張ってたまに出てくるのがそこで手助けくらいのチャンスにならないと勝てていけないんじゃないかなというふうに見える、最近の試合ねに関して言うとそういうふうに見えるので、今日も典型的にヒットも4本くらいしか打ってないし、これじゃあまあずっと勝てないかなというふうなゲームが続いてるので、やっぱり打つ方が、まあ、もう一回 1,2 番が奮起して塁に出てかき回すとか、まあ、阪神らしい野球をできないとちょっと厳しいかなというようなゲームの結果でした。今の佐藤であれば左ピッチャーはもっと打てないだろうという考えで、やっぱり渡辺の方が実績的にも上であるし、その辺を買ってだと思うね。まあノイジーも引っ込んでるし、その辺はまあいいもので行こうという、メイスはねもう出たら1本はヒット打ってるんだけども、その辺がなかなか噛み合う。やっぱ3番5番がそっからいなくなって代わりが出るっていうのはなかなかチームとしては盛り上がっていかないかなという気はします。まあね、いつもみたいに6番とか9番が変わるんであれば問題ないけど、やっぱり軸が変わるっていうのはちょっと寂しいかなと。もう野球の要である3番、5番、この辺がコロコロ変えられてるようじゃ、まあ、チームには絶対的に勢いは出ないと。それはもうずっと1年間いいことはないけども、こう俺が 分析してもなかなか出てこないけども、やっぱり調子っていうのはこうあるんで、やっぱり攻められ方によっては調子が落ちていく。今なんかは、まあ、横浜に関してはさっきも言ったけど、あんだけ左ピッチャーがインサイドに投げてこられると、前もね近本の話したけど、やっぱりインサイドに投げてこないから踏み込んで外のボールをしっかりヒット打ってたっていうのもある。だから今は横浜、昨日と今日に限って言うとやっぱりインサイドにボール投げられてる。でやっぱりその外のスライダー系はもう前に飛んでないっていうのが今の現状かなと思うんだけどね。そこまでやっぱり調子のいいバッターはどうしてもそういうことをしないと抑えられないので、この阪神の場合はこの 1,2 番をもう抑えれれば得点能力がガタッと落ちるとみんなは思ってるので、昨日の今永のコメントも今日の東のコメントもやっぱり 1,2 番を抑えるっていう、そういう考えでみんなピッチングしてるんで、まあ、そこにはしっかりこう投げて抑えてるんで、やっぱ阪神したら得点能力はぐっと下がるよね、この 1,2 番が出ないと。やっぱ出ることによって盗塁もあるし、そこでピッチャーはランナーも気をつけないといけない。やっぱりストレート系が多くなる。それがもう野球の鉄則で、で、バッターは、クリーンアップはまっすぐ待つと。そういうふうにまっすぐを投げさせて、まっすぐを打つっていうのが、これはまあ鉄則じゃないけど、盗塁のできるランナーがいると、そういうパターンになっていく。やっぱり変化球の時に走るっていうのがあるので、やっぱりまっすぐ系が多くなる。で、それを、まあ、バッターはしっかり打っていくと。そういう感じが理想なんで、その 1,2 番がちょっと塁に出る機会が少なくなってるために、得点能力も下がってる。今までだったら、まあ、いつ勝ってる子だったらね、木浪が出て、ピッチャーがバントして、まあ、1、2番が返すっていうパターンになった。ここに来て、木浪も、まあ、リスク的にはね、あるけど、まあ、3割あったのが、8位まで落ちてるってことは、ほとんどこう、塁に出てない、ヒットが出てないってことなんで、そうすると、なかなかそこでピッチャーが入って、塚本が打ったにしても、2アウトから打つってことになるんで、
まあ、今まで勝ってる時は2アウトで塚本にチャンスで回ってきたから、あんだけ打点もトップ、得点圏の打率もトップっていうのはなってたけども、ここに来てやっぱり8番9番が出ないとなかなかそういうパターンになっていかないっていうのが、まあ1番がね、あんだけ打点上げるのも珍しいくらいなんだけど、それだけ木浪が良かったってことなんだけど、ここに来てやっぱり塁に出る機会が少なりつつあるんで、その辺がちょっと得点能力下がってるかな。そこに期待しちゃいけないんだけどね、8番バッターだから。やっぱり1番2番でしっかり塁に出て、まあ、3番4番で返すっていうのが、まあ野球の阪神のパターンであるんで、やっぱりこの 1,2 番が塁に出ることが今ほとんどないので、前半で言ったらね、こんだけフォアボールも今村上くらいね、塚本は選んで塁に出てたっていうのもあるし、どこで大山が返したりみんなで返してきたけど、今こう来てフォアボールもやっぱり取れなくなりつつあるんで、結構攻められてきてるんで、まあその辺もヒットが出ないとこになってきてるかなっていう感じもする。やっぱりみんなこうデータ調べるからね、やっぱりそういうボールは打たないと。そうするとホームランもそんなボンボン打てるバッターなかったら、やっぱり早くカウントを、まあ、自分有利にしていこうっていう考えになってくるんで、まあ、ホームランバッターとはやっぱりコース狙って甘いとこ投げれないんで、一発を警戒してフォアボールもあるけど、やっぱり塚本なかなかホームランはたまにだからね、打てて本当にドンピシャじゃないとホームランにならないバッターなんで、ある程度攻められてもしょうがないから。だからここに来てフォアボールも少なくなりつつあるし、相手のバッテリーもやっぱり攻めてきながら結構攻められてるっていうのもあるよね、ヒット出ないのは。その辺がちょっと今阪神の、まあ、点数得点力の少なくなってるのも一つの原因かなと思ってます。でもそれじゃあ、ね、ダメなんだよな、やっぱり点数向こうより多く取られたら負けるわけだから、やっぱりこっちが取るまで頑張って投げるとか、まあ、そういうミスを今は粘らないといけないから、相手が取られる、自分が取るまでもう本当に粘ってピッチングするくらいの意気込みで投げないと、こういう結果に、ね、なってしまうかなと。なんぼいいピッチングしても1点取られたら負けてしまったらどうもならないんで、まあ、それもね、昨日も今日も初回に取られてるんで、やっぱりリズムに乗れないような気がするんだけど、9回までゼロじゃなくて、やっぱり3回、5回とか区切って、そこは絶対ゼロは、まあ、点数取られないくらいの、まあ、気持ちで投げてほしいね。だから、もう本当に悪く言えば、もういけるとこまで飛ばして投げるとか、あとはもう後ろに任すとか、それくらいの気持ちでもう投げていかないと、うまく投げようなんか思ってると、反対にいいものはあまり出ないんで。知らんわ、そんなことは。打てねえなと思ってんじゃねえの。打ってくれよバットとか思ってる。やっぱり速いボールない、いつもみたいに弾かないとこう遅いボールも来ないし、その辺だってもう結構やっぱり岡田監督もやっぱり速い、まあどの監督もそうだけどね、やっぱり速いの打てなかったらもうヒットなんか打てねえよって考えの監督だから、やっぱりそれに負けないようなスイングをしないと。前も言ったけど、から速いからって大きく強く振るんじゃなくて、コンパクトに強くっていうのが理想なんで、その辺をこうやっていかないとなかなか強いボールは打てない。まあ監督はなんで打てねえんだろうと思ってると思う。